はい、こんにちは。パーカッションの高文です。このたびこのチャンネルではメンバーシップの募集を開始いたしましたのでご案内させていただきます。まずそもそもこの YouTube にメンバーシップっていう制度があるのはご存知でしょうか超簡単に言うと月額制の有料会員といったもので、このチャンネル、この高文パーカッションチャンネルの専用のメンバーになっていただくことで、まあ、月々いくらかお支払いでいただいて、このチャンネルをご支援いただくという形になります。はい。でここまで聞いてね。 今まで見てきてくださった方は、なんだこのチャンネル有料になるのかよと、金かかるのかよというところでね、もう低評価ボタンを押そうとしているところかと思うんですけれども、ご安心ください。はい。今まで通りですね、毎日この動画投稿は続けさせていただきます。はい、えー。知らない方もいるかもしれないんですけども、このチャンネルね、実は毎日動画投稿しております。はい。今年からね。毎日動画投稿して週に1回ね、生配信、ワークショップをやっているんですけども、これは今まで通り続けています。一般公開で続けていきますので、ご安心ください。 毎日投稿といっても、適当な動画をね、ただポンポン上げてるわけではなく、一本一本ね、魂込めて、ちゃんと考えて、台本書いて全力で、うわーってこう、お届けしてるわけなんですよ。はい。なんでこんなことをやってるかといいますと、まあ、いつも言ってるんですけれども、パーカッションの情報はとにかく少ないと。特に日本語で得られる情報は少ない。まあ、ほとんどないと言ってもいいでしょう。はい。この情報化社会においてもね。なので、ちゃんとこのネットの中に、ちゃんとした情報を 残してていいきたいっていうのがあります今この情報が必要な人にとっても役に立つような情報になればいいと思いますし5年後10年後50年後100年後の未来のためにねこのパーカッションとか楽器音楽に関わる人の未来がもっと面白くなったらいいなっていうことを期待してやってるわけなんですね、まあ、種を植えてる感じですねこんな僕のね活動を支援したいという 大変ありがたい方が、もしいましたら、いらっしゃいましたら、このメンバーシップの制度、利用してメンバーになっていただいてご支援をお願いしたいというお話です。はい。あ、わかったわかった。高見頑張れよと。メンバーになってやるかという方のためにちょっと説明を続けさせていただきますけれども、パソコンおよび Google、Chrome などのブラウザでこの動画を見ている方は、もうすでにね、この動画のこの下のあたりにメンバーになるっていうボタンが追加されていると思います。はい。 そのメンバーになるっていうボタンをクリックしていただきますと、このチャンネル、えー、高文パーカッションクラブと名付けましたけれども、そのクラブメンバーになることができます。はい、スマホなどで、えー、この動画を見ている方で、このボタンがないという方は、この動画の概要欄、詳細欄の一番上にメンバーになるためのリンクを貼っておきますので、そこをクリックして見てみてください。はい、気になるメンバーの月額料金ですが、月々490円から設定させていただきました。はい、もっと払いたいよというね、 大変ありがたい方、貴重な方がいらっしゃいましたら、一応いくつか料金のプラン設定させていただきましたので、懐の許す限りですね、えー、設定していただければと思います。一応一番上は1万2000円っていうコースがあるんですけれども、これは完全にね、石油王の方向けのプランになっております。あ,あるいは宝くじ当たっちゃったとかね、万馬券当たっちゃって使い道どうしようっていう方で、えー、なんかパーカッションの面白い未来が見たいよと。高踏みかけてやるかという方はね、1万2000円のプランを設定していただくといいかなと思います。 で値段に関わらずですね、内容はすべて同じになります。一番安くても高くても内容は同じになりますので、えーまあ、要は自分でその額が設定できる投げ銭だと思ってください、はい。このメンバーになるとなんかいいことあんのかよというところなんですけども、まあ、お気持ち程度ですけれども、得点というのがあって、一つはバッジがつくというのがあります。はいまあ、それだけかという話なんだけども、えー、コメントなどしていただいたときにですね、お名前の横にバッジが出ます。 この動画のコメントだったり、生配信のチャットのところにね、コメントしていただくと、お名前の横にメンバーである証のバッジがつきます、はい。もう一つは、過去の生配信のアーカイブですね、ワークショップなどのアーカイブ、今後は基本的にその当日のみ見れるようにしていこうと思っておりますので、生配信のアーカイブをすべていつでも見れるようにしておきます。 あとは、限定動画っていうのをちょっと作ろうかなと思っておりますけれども、何かリクエストがあればね、していただければと思います。特に一般公開している動画っていうのは、基本的にね、ビギナーの方向け、初心者の方向けだったり、再現性が高いもの、あんまりマニアックすぎるものっていうのはね、出してないんですけれども、多少マニアックな内容でもですね、限定公開なら出してもいいかなと思っておりますので、メンバーになっていただいて、こういう ちょっとピンポイントでマニアックな情報なんだけど、こういうことが知りたいっていうのがもしあれば、リクエストくださればね、動画を作って限定公開で出していきますので、そういうのも見れるようになっています。あとメンバー限定の生配信として、僕が普段個人練習している時の練習配信ですね。そういうの時々メンバー限定で出そうかなと思っております。まあ、一時ね、あね、練習配信ってやってたんですけれども、あんまり需要ない、需要がすごいピンポイントな 内容だったのでまあ、一般公開で出すにはちょっとマニアックすぎる内容だったのでこれをメンバー限定で出していきたいと思うのでもしそういうのに興味があれば、えー、ご加入していただければと思いますはいというわけで説明以上になります最後まで聞いていただきましてありがとうございました、えー、月々ちょっとお金払うのはあれだけどとあるいは学生なんでちょっと支払いは難しいけれども何か応援したい支援したい気持ちはありますというねありがたい方いらっしゃいましたら、えー、普段の SNS とかで動画や ワークショップのシェア、リツイート、拡散など、えー、していただくだけでも大変助かる、大変ありがたいので、えー、そのようにお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、という感じで、パーカーション盛り上がるように今後も情報発信続けていきますので、まあ、支援してもいいよと、えー、思っていただいた方はね、メンバーになっていただいて、いやちょっと無料で楽しみたいよという方はね、あの、これまで通り引き続き楽しんでいただければと思います。はい。 今回の内容、えー、メンバーシップなどに、ね、関して何か質問などあれば、このコメント欄に書いていただければ回答しますので、えー、よろしくお願いいたします。それではまた、えー、次の動画で会いましょう。バイバイ。